おはようございます、一ノ瀬です。今日は朝からね、早い時間からバタバタ忙しいので、味噌汁と豚汁、味噌汁じゃない、豚汁とご飯で朝食いただきたいと思います。うまそう。はい、今朝もいい天気ですね。今日はね、昨日言ってたこの iPhone をね、 iPhone というか、iPhone に限らずスマートフォンをこの車にね、マウントするクリップホルダーっていうのかな、それを交換してみました。でね、今ちょうどね、ウランジさんで購入したクリップスマホホルダーに関しては、クリップ部分にね、コールドシューがついているので、そこのコールドシューに、コニカのね、いつも使っているショットガンマイク、こいつをね、GoPro とかにつけてるやつね、あれをこうケーブルね、ライトニング変換つけて今接続しております。これがどうなのか、音声よく取れてるのか、失敗したらね、これ結構このクリップ長くなるから痛いよ。どうしてもね、こう車載の動画ってね、運転してる間中、まあ、僕のそっから入る、これまあこの会話が持つかどうかっていうところありますが、基本こう車にね乗っちゃうと最低5分10分はこうね運転するので、その間こう喋り続けるとなると結構な時間になるので、そのクリップがね死んでしまうとね、結構辛いものがありますが、いやでも夜中はね、雨降ったみたいで、12時くらいにね一旦外にちょっと用があって、まあ玄関ガラッと開けただけなんだけどね、開けたらね結構雨降ってて、外に置いてあったね、あの母ちゃんのスリッパがびっちゃびちゃになってて、母ちゃんが泣いてたけど、なんでまあ それでまあもうその頃にはやみかけだったかな、ちょっと雨音しなかったんでいつ降ったかがよくわかんないんだけど、やんで、まあ今日も天気が良くてね、すごくいい日和になりましたね。というのも今日はね、娘の七五三の写真を撮りに行くので、今ね母ちゃんの方のおふくろさんが、朝から来てくれるので、駅までね今僕が迎えに行く道中なんですが、やっぱりねこのスタジオで撮るとはいえ、こうね行くまで濡れちゃうので、準備とかね、まあ母ちゃんも娘も着物持って移動するので、そうなるとやっぱりね、晴れてた方がね衣装も濡れませんし、向こうに着いてからのね化粧、向こうで多分化粧してもらう段取りになってると思うんですけど、そういう準備もね全然変わってくると思いますので、いいんじゃないでしょうか。ちなみにね、僕の MacBook Pro が発送されたというね連絡が入りました。 iPhone は未だに来ませんが、なんかね、いろいろ困っております。本当はね、この iPhone のね、今撮ってる絵もね、12 Pro Max で、こう、ね、広角で撮ってみたいってずーっと思ってるんですけど、なかなか届かないんでね、まだ発送自体がされてないんですよね。iPhone 12 Max そんなに売れてんのかっていうぐらい。全然来ないわ。母ちゃんの iPhone12 の無印のやつね、あれは母ちゃんでね、おふくろか、おふくろのやつは結構早め、発売日当日ぐらいに、当日ぐらいにはもう、まあおふくろのやつはね au だったんで、あの au のショップに取りに来てっていう、自宅の発送じゃなくてね、なんでまあ取りに来てだったんで、ちょっとゲットするのは1日2日遅れましたが、それでもほぼほぼ、発売日当日に予約したわけでもないけど、すぐ来たのにね、僕の
12 Pro Max は未だに来る気配がない。なんでどんどんこうね、みんなが12 Max 動画上げてるのにもかかわらず、僕は一切それを指を加えて見てるだけという形になってますが、辛いね。 YouTube やってる身としてはね、もう早くこうゲットしてね、MacBook Pro もみんながもう散々動画上げてますので今更感ありますし、どうしようかな。喜びだけスタイル動画届いてね、まあその分みんながいろいろ検証してくれてるので、いろいろ分かってきてることは多いですけど、このままでもキャンセルしてしまって、次の4ポート iPad じゃない、MacBook Pro にあの切り替えるか。でももう発送されちゃってるからね。うん、まあそれはそれで使っていきたいですね。本当に出張先で使えるのがね一番いいので、まあ今後出張がどれぐらいこのコロナ禍であるか分かりませんけど、出張先でこのね動画編集MacBook Pro だけでできるっていうのはすごく魅力的なので、今だとゲーミング PC 持ってってたのですげえ重いんだよね。やっぱりエアーでもよかったかな。でもエアーで 4K 編集できるかどうかっていうね。ドリキンさんもねプロを買っちゃってるんで、エアーでできるかどうかっていうのをね、ダヴィンチで 4K 編集っていう形を取られてる方がなかなかね、 MacBook Air を買って編集できるかどうかのね実験をしてくれてないので、ドリキンさんがエアー買って、あ、ピチキョさんとか買うかな。ピチキョさんがどれぐらいダヴィンチでどれぐらいできるか検証してくれるといいんだけどな。そうすると僕もエアーの方がね全然軽いでしょうし、まあね、ダヴィンチは諦めてファイナルカットプロにすれば全然いけるかもしれませんけど、問題は書き出し時間だよね。まあ、そんなところが気になっている次第でございます。それではそろそろ駅着きますので一旦ここまでで。撮れました。はい、娘の七五三の撮影終わりました。花どうだった？楽しかった。めっちゃいろいろ来たね。あ、でも2着だけか。着物とドレスどっちが良かったですか？ドレス？ドレスの時のテンション違ったもんな。びっくりしたわ。それでは帰って、みんなで着替えてからね昼飯食いに行きたいと思います。ね、お腹すいた？うん。タケは？僕もすいた。すいた？うん。じゃあ行こうか。よし、行こう。はい、風呂がもう設置されております。我が家の進捗こんな感じでございます。中がもう断熱材貼り終わって、もう配線もだいぶしてあって、もう外もこんな感じで出れるようになっております。床はこうね、もう板が貼られて、ここにもなんか3層になってるのかな。これが吸音材で、これも似たような効果があるやつを上に引いて、この何ていうの、下地の板で、この上にあのフローリングが貼られていくそうです。今日は久しぶりにひそじしゃぶしゃぶかすき焼きかどっちにしよう。しゃぶしゃぶ用の鍋がやってきました。あ、すき焼きだ。すき焼きでした。この中にお肉が投入されます。すき焼き用の卵。それではしゃぶしゃぶいただきます。しゃぶしゃぶじゃねえよ、すき焼き。すき焼きいただきます。肉寿司いただきます。ウニが乗ってる。はい、食事終わりました。それではお家帰りたいと思います。
empty.